津軽蘇賀氏は、現在の青森県にあたる道の区国平家軍を中心に活躍した津軽の中西部氏の氏族。当初においては、関東に所領を有していた形跡がなく、蘇賀氏所流として早くから特捜機関となり、憲法5年、道の区国平家軍眼館に一族の平広忠が自頭代として着任し、上元年には蘇賀古老二郎が入部して、同女王を3年に、 自動職となった。その後、蘇我氏は、太郎助光の系統を、着流の太公寺蘇我氏、小次郎おもんみえの系統を、初流の岩立、蘇我氏と分かれ、本家は太公寺に、文家は岩立に居城した。昇京2年、現行3年に、鎌倉幕府が滅亡し、執権北条氏の一族の足立高陰、名古屋辞書らが、大内人の蘇我同姓を頼って十一月に、 津軽の太公寺建てに寄ったが、陸、奥国寺北畠明家の命を受けて岩立蘇我三鷹や、田舎軍の成田康次、工藤貞幸らが宮形につき、翌年の正郷三年、現行四年にかけ、合戦が続いたが、太公寺蘇我氏の入道同棲は捉えられ、その子しねは戦死して、太公寺蘇我氏は滅亡した。岩立蘇我氏は平が、岩立 沼立の丘陵を支配し、岩立と対抗事情を巨上に勢力を広げたが、県武2年7月に、北条氏残党による、中仙台の乱が勃発すると、足利高氏は、北条時行を破って、乱を鎮圧した後、五代醐天皇の帰還命令を無視し、そのまま鎌倉に泊まり独自の武家政権を樹立する構えを見せたため、蘇我光隆が、 隕石の片星から伝了した沼ての所領の安藤を巡る不手際や不可等の問題などがあり、南朝方に対して半家を翻し、高氏の北朝方に属した。蘇我氏は現中年間に根城南部氏によって滅んだとされる。詳細は不明であるが、本来蘇我氏に伝来しているはずの所領や軍中関係をはじめとした様々な古文書が、 八戸南部下文書として伝来されている、津軽蘇がし系図、ありがとうございます。